はい、こんばんは、火曜日8時半になりました。新潟ポンデリング第59回、ここ数週間ですね、ずっとあの素敵な方、女性がですね、こう隣に座るので毎回こう同じこと言ってますけど緊張するね。そんなことでですね、先週の新潟県立大学、山賀百恵さんから、今日はこの方をご紹介いただきました。それでは、あちらのカメラに向かって自己紹介の方をよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、新潟県立大学国際地域学部国際地域学科、比較文化コース4年の原幸乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、先週ね、山賀さんからちょっと伺いましたが、はい、なんかバリバリのドラマの話を。そうみたいですね。そう、なんか他人事みたいに言ってますか。どうしたの、どうしたの。いやいや、はい、叩いてます。じゃあ、その辺の話をですね、おいおいまた後で、写真をお持ちいただいているものを見ながら、はい、お話を聞くとしたいんですが、はい、原さんは新潟ご出身。出身は石川県金沢市。石川県の金沢市。はい。ですね、高校入学すると同時に新潟県に引っ越してきました。加賀百万石で。そうですね。金沢の方ってさ、いいよね。いいですね。城下町。城下町ね。やっぱり引っ越しするのは初めてだったので、うん、寂しい気持ちはいっぱいあったんですけど、うん、まあいざでも来てみると。まあ、高校でもいっぱいお友達はできますし、なんか新潟にね来て金沢とここがなんか違うぞみたいな。ああ、やっぱり何が一番戸惑いました、新潟に来て。言葉ですかね、方言。あいやいやいや、確かにね。そうそうそう。金沢ってさ、方言ある？あります、あります。例えば言っちゃう、どんな言葉がありますか。なんとかしますし。しますし。しますし。惜しかったな、もうちょっと早くそれ使えば、なしに勝ってたかもしれない。ねえ。勝ってたかもしれないね。しますし。しますし。早く寝ますし。あ、それ何々しなさいっていうのを。そうですね。しますし。ましっていうんだ。へえ、使おう。だから、全体使おう。みんなで言うでね。それ言葉がなかなか分かりづらくて、っていうので、結構苦労したこととかあります？苦労というか、やっぱり、ちょっとやっぱ金沢は関西寄りのなわりからしているので、はいはいはい、すごく関西人に間違えられたりとか、あと新潟のお友達同士で喋ってる時に、なんとかだっけさとか、もうそれが出る時点でね、もうだっけ、よろっとそろっととか、おお、よろっとね、よろっと行くとか言って、ねって、もうよろよろしながら行くのがそうだったりするんだよな。何言ってるのか。ああ、そうそう。でももうすっかり慣れた。もう慣れましたね。周りにいる方が新潟の方が多かったので、慣れましたね。いやいや、もうね、これから染まり続けるわけですね、新潟に。そうですね。でもまた大学入るとまた新潟以外の子もいるので、それこそ金沢から来た子とかはもう盛り上がりました。盛り上がるでしょうね。そうかそうか。いやでもそれで、今が大学4年生ですから、はい、もう6年間、いや7年間ね、新潟で生活をされてます。雪とかどうですか？今これからこれ新潟雪降り出しますけど。そうですね。雪はでも金沢も結構降るので、あんまりびっくりはしなかったですね。でも電車が止まるのには思いきました。あ、雪で新潟は電車が止まったりするじゃないですか。そうそうそう。そう、それで、まあ、電車通学始めてから改めて。ああ、雪って大変なんだけど、それまでは、ね、自転車通学だったので、あまり感じなかったんですけど、自転車通学始めてから、あ、やっぱり新潟って雪すごいんだなっていうのを改めて実感。やっぱり雪国なんだと、はい、ね、あの北陸道を越えたらそこは雪国だったんだけどそうかそうか。そしてですね、新潟県立大学の方に入学をされて、はい、比較文化コースということで、はい、基本的には何を、言語としては何を中心に。言語としては、やっぱり英語がほとんどですね。1年生の最初は、まあ、コースは関係なしにまずは英語をやって、で2年生からこうコース4つに分かれるんですけど、はい、比較文化コースでやっぱ読むのもやっぱ英語が多いので、英語の資料をがっつり読んだり、あとまあ教科によれば何語、ギリシャ語とかドイツ語
とか、なんか哲学の授業とかは結構やる。そういうのが出てきて、いや読めない読めないっていつもやってるんですけど、でもやっぱ英語が多いですかね。あ、そっか、じゃあもう英語バリバリですな。いやそんなことないです。もうなんかハーレークイーンロマンスかなんか電車でこう読んでたりいやそんなおしゃれなことはしませんいやなんか聞いたらどこに留学されたとか言う。あ、そうですね、はいはい、と1年生の冬休みじゃないですね、春休みに、うん、アメリカのミネソタ州というところに、また寒いところに。寒いよね。寒かったですね。マイナス15度とか。そうだね。10度とかまで行ったので。ね、もうカナダはすぐだもんね。そうですね。うわ。あとは3年生の夏休みに、うん、の9月ですかね。うん、に、カナダのバンクーバーに1ヶ月ほど行ってました。はい、どうでしたカナダは。カナダはすごく良くて、晴れてるんですけど、うん、涼しい。あ、汗かからないし、乾燥が結構すごかった。乾燥がね、うん、あとやっぱりバンクーバー街なので、うん、なんか語学行ってた語学学校が結構ダウンタウンの中にあったので、はいはいはい、すごい毎日都会のビルの中を歩いて、ちょっと都会人になってきてね、ちょっとこう歩き方も変わったりなんですね。そうですね県立大学の人たちは留学を経験する人多いよね。やっぱり語学に力入れてるってことなのかな。そうですね、学校の研修プログラムで行く人も多いですし、うん、個人的に旅行とかで結構海外にすぐみんな行きます、うん、そう、山川さんはあれだったもんね、ゾウ乗ったもんね。ああ、そう、タイ行ったって言って。今だといけないね、ちょっとね相当大変なことになっちゃう、うん、ということで、そろそろ写真を見ながら話を聞いていこうと思うんですが、実は山川さんは、せーの、ボン、お、かっこいいね、これさ、これは、学園祭。そうですね、1年生の時の学園祭で、うん、大学入って初めての学園祭です。すごいね、かっこいいな、決まってて。音楽っていうのは、そのドラムっていつ頃から始めたんですか。ドラムを始めたのは、うん、一番最初に叩き始めたのは小学校5年生。小学校5年でドラムを叩き始めた。金沢市の小学校がこう集まって、うん、音楽会みたいなのが毎年あって、はいはい、それの伴奏で始めて、うん、ドラムやってみたいって言って名乗り出て、まあ、何人かやりたい子いたんですけど、うん、まあ、その中から頑張って勝ち上がって、勝ち上がってそれが初めてです。ドラムって難しいでしょう。難しいですね。全部違う動きするんでね、手足。もうね、まあ、これあるかないかっていうので答えてもらいたいんですけど、はい、ドラム叩いてる人って歩くリズムが常に一定っていう話を聞くんですけど、これは本当ですか。どうなんですかね、あんまり意識したことはないんですけどなんかね、こう歩くリズムがね常に一定だっていうね。そうかもしれない。そんな噂をね、ちょっと耳にしてもらったんですけど。本当ですか。じゃあちょっと今度気をつけてください。そうすると大体はね、距離測るときにね、軽さに歩かせれば大体何メーターぐらいか分かると思う。そうそう。さあ、この学園祭ですけど、はい、これは大学に入ってから皆さんで、バンドを組んでやったと。サークルですか。サークルですね、軽音楽サークル。あ、軽音楽サークルね。へえ。主にね、どんな曲をやってたのかな。そうですね、今ここに映ってるバンドでは、うん、チャットモンチですとか、はい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 、山田さん言ってました。チャットモンチですとか、生き物係。あ、生き物係。いやすごいね、あれボーカルの人大変だろうね。大変そうですね。結構元気抜いた。うん。とか、あとゆいちゃん。ゆいちゃん、ゆいちゃんって。ゆいちゃんっていう、アコースティックギターを一人で持って歌う。チェリーとか。あ、そうです。歌った人。はい、それをコピーしながら、はい、オリジナルとかは。オリジナルはやったことないですまだ。あ、これからですね。やってみたいですね、やってみたいな。あ、でももう学校終わっちゃうもんね。そうですね。そうだよね。そうしたら、うん、はい、そしたら次の写真お願いします。ボン、来ました。かっこいいな、これは。はい、これは患者さんいる真ん中にいます。あ、この時髪長かった。あ、長かったです、ね、今、もっと長いです、うん、はい、ね、リボンがなんかミニマル素敵なその感じで。そうなんです。あ、なんか、うん、先輩の卒業ライブの時に、はいはい、初めてライブハウスで。あ、これライブハウスなんだ。はい、すごいですね。やらせてもらって、うん、で、この時はドラムじゃなくて、うん、カホンっていう、はいはい、パッコパッコ、うんうん、図工室の椅子みたいな、はいはいはい、あれを叩いたんですけど、うん、しっとりと。これはチャット
友達ですか？これは、あ、これはちょうどゆいちゃん歌ってる時です。あの、はい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 、さっきのバンドとはまた違うバンドなんですけど。あ、別バンドでね、はい、ちょうどゆいちゃんの曲をやってる時ね、はい、あ、ドラム以外の何か楽器やられ、ドラム以外は、まあと打楽器全般はいけますね。打楽器全般いける木琴とか鉄琴とかは吹奏楽でやってたので、で全般的にはいけます。叩く方専門なんだ。そうですね叩くものは大体いけます。あ、俺ね、叩かれる方専門ね。まあ、そんなギャグがいいですね。さあ、それじゃあ次お願いします。はい、あ、来ました。これはもう見るからに練習風景で、そうですね、学校でやってるサークルですね、はい、そうですね、うん、あのクリスマスライブだったので、はいはいはい、練習時からもうみんな、あ、これは本番です。あ、本番です。大変です。じゃあもう、ね、あの関係者の方が大変です。お客さんはカメラ後ろにいるので。あ、ね、あ、すごいな。で、こうやってもう楽器持ち込んで、はい、これは学校の小っちゃい学部教室で、うん、ああ、やってます。いや、かっこいいね。あの、男性は入れないんですね。なん、あ、でもやっぱり県立大学女性が多いので、もともとはね、そうなんですよね、女子大学でしたからね、はい、全然男性もいるんですけど、はい、うん、今まで男性と組んだことは、まあ、1、2回ある。あ、そこもある。あります。さあ、次の写真をお願いします。ぼっ、はい、と出てきました。これは吹奏楽ですね。そうですね。これも大学で、大学の吹奏楽サークル。あ、じゃあ2つ、軽音と吹奏楽と。そうです。お、じゃあ結構忙しかったでしょう、学生時代というか。そうですね、練習が結構、今日は吹奏楽の日、うん、今日は軽音の日、今日はどっちもとか。本当の音楽好きなんだね。みたいですね、なんかね。原さんは基本的には、はい、どういうジャンルの音楽が好きなんですか？あ、結構いろいろ聞くんですけど、うん、まあ、吹奏楽みたいなクラシック音楽も聞きますし、うん、昔ピアノもやってたので、ピアノの曲とかも聞きますし、あと、まあ、J-POP の聞きますね。うん、その洋楽はあまり聞かない。洋楽はあまり聞かない。おお、あの、その中でね、好きなアーティストって。はい。うん、あ、好きなアーティスト、そうですね、うん、いっぱいいるんですけど、はい、ファンクラブに入っているのはポルノグラフィティ。ああ、来ましたね。ハネバ。ハネバ。ハネバ。アポロ13号。あ、13号落ちたな。そうですね。あの、トム・ハンクス大変なこともある。はい。アポロ11号でしたっけ。ね、そうだよね。あの、独特なやっぱりボーカルの声とさ、そうですね、うわ、キー高い時ありますよね。結構男性からすると高いって言いますね。ですよね。で、ライブとかによく行くわけですか？そうですね。ライブはツアーがあれば行きますね。どこでも？どこでも。なんか、この間もすごくラッキーな。そうですね。ラッキーなライブがありまして、うん、その、来週から今度始まるツアーのプレライブというか縮小版のライブがファンクラブ限定でありまして、それに応募したところ見事に当たりまして、東京の六本木まで行ってきました。すごいね、六本木までね。でも好きなアーティストだとさ、もう全国至る所こう行く人いるじゃないですか。行く人は行くみたいです。東京まだね、近い方で、うん、そうですね、まだ近い方だけどさ、はい、どうでした？いやー、やっぱライブハウスだったので、いいね、距離が近いじゃないの。そうですね、なんかお客さんは1700人ぐらいしか入らない、ね、肉眼で表情が分かるぐらい。あ、すげえなー。今のライブってさ、みんなほらビジョンじゃないですか。そう、モニターで見てることが多かったんですけど、もうモニターもないかったので、うん、みんな肉眼で、肉眼ってこうやって焼き付けてきた。焼き付けてきました。そんな、まあ、音楽好きな原さんですけど、はい、そのバンドを通じてね、こう知り合ったお友達とか、はい、まあ、それからその音楽活動を通じて良かったこと、うーん、って何でしょうね、今までの。良かったことですね、そうですね、やっぱり大学に入って、うん、ケア学サークルとか、うん、吹奏楽サークルとかに入って、はいはい、やっぱりいろんなお友達ですね、学科を超えたお友達ができましたね、うん、あ、そうかそうか。でもそれも同級生だけじゃなくて、先輩とか後輩とかもいっぱいできた。吹奏楽なんていろんなこと
ぱい今人いるんですけど、うん、あこれも全然少ないものなんですね、はいはいはい、これはまあたまたまこれしか集まらなかったけど実はもっといっぱいいる。あというか、うん、これはほぼフルメンバーなんですけど、あフルメンバーなんだけど、やっぱ吹奏楽ってもっと大所帯でやりたいところなんですけど、はいはいはい、うん、これでも全然少ないものなんで、これからお待ちしてます。県立大学の皆さん、今度新入生の方もね、あそうですね、お世話になっちゃいますからね、ぜひ入っていただきたいですね。サークルの雰囲気としてはどうですか。吹奏楽ものすごく明るい、仲良しですね、みんな。いいね、そういうところに行きたいよね、はい、そういうところ入ってね、こう学園生活をね巻き添うということです。そうですね、結構みんな協力して、うん、ちっちゃい部活なので、うん、こう楽器とかも今みんな持ってる楽器は全部市内の高校から中学から借りた楽器なんですね、うん、大学に楽器が一個もなくて、うんうんうん、それでは活動ができないということで、いろんな学校にみんなで電話をかけて、余ってる楽器ありませんか。ああすごいね。そう、で、かき集めてやっと活動できるじゃあなったので、今ご覧になってる学校関係者の皆さんに、ちなみに余ってるやつでいいよね。あ金管とかね、トランペットとかね、余ってるものがあれば、ぜひ新潟県立大学に、はいはい、今一番欲しい、喉から手が出る楽器は何ですか。あそうですね、バリトンサックスとか結構欲しいですかね。はい、皆さん、バリトンサックスです。バリトンサックス、はい、連絡先はこちら連絡先はこちら、こちらに、ご連絡いただければと思います。さあ、それでは次の写真をお願いします。せーの、ボン。懐かしい。ということは、これ、あれだな、はい、福島県の桧原湖。あ、違う違う。惜しいですね。若崎釣りに行った時かと思いました。あ、違う。これ、どこ？これは、先ほどお話ししたアメリカのミネソタ州の湖の上です。すごいですね。でも、どうでした？ミネソタ。寒かった。寒かったですね。乾燥みんな寒かった。うん、寒いのは分かっていくんですけど、やっぱりちょっと度を超えた寒さというか。あ、そうね、風が強く吹くと体感温度が、うんうん、そうだよね。さあ、それでは次の写真です。ドン。とホームステイ先と拝見いたしましたが、はい、うん、これみんなお子さん。あ、これは、うん、3つぐらいのホームステイ、ホストファミリーが集まってパーティーをした時で、うん、あ、なるほど。私のうちにいたのは、うん、上に立ってる髪の毛がちょっと黒い方の男の子と、うん、あと女の子、私のすぐ上にいる髪の毛の長い女の子が私のホスト、うん、シスターとホストブラザー。なるほど。まだあれだな、小学生くらいの子ですかね。そうですね、でも当時それぐらいですか、ね、うん、楽しそうだな。じゃあ次の写真お願いします。ボン。あ、これがまた、お、お母さん綺麗だね。そうなんですよ、ね、料理が上手で。本当、はい、すごい。いつも美味しいご飯作ってくれたり、お菓子とか作ってくれたり、はい、いやいやいや、なんかさ、でもお二人お顔似てませんか。はい、原さんと。あ、私ですか。ストマザーとなんかこう、なんかこう似ておられるような。同じものを食べると顔が似てくる。似てくるんでしょうかね。そう。さあ、そしたら次の写真をお願いします。ひょい。これはこれ は, これはいつの写真ですか。は、3年生の時の夏休みなんですけど、うん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 、これは、今度はアメリカじゃなくて、うん、カナダのバンクーバーに留学というか、語学留学ですね、うんうん、1ヶ月間で1ヶ月間で夏バンクーバー、これはみんないろんな国の方々が その語学学校に集まってきて、はい、でいろんなそれぞれのホストのところへ行ってっていう形になるのかな。結構やっぱ時期的なものもあって日本人が結構多かったです、ね、あ、素敵な方ばっかりでね。あ、また美人さんばっかり。はい、それでは次お願いします。これは日本ですか。これは大学です。これは県立大学のキャンパスでございますが、はい、これはひょっとしてみんなキャンパスでスイカ食ってるんですか。そうですね、スイカ割りをしました、キャンパスの中に。はい、普通のスイカ割りと言いますと、結構ね、ビーチとかで、そうですね、はい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 、学校でやりました意外とさ、前に来られた方もですね、学校の中で流しそうめんをやったと。あ、そうですね、いうお話もありましたが、はい、こちらはスイカ割り。スイカ割りですすごいですが、流しそうめんをした前日ですね、うん、あ、この翌日が流しそうめん。翌日が流しそうめんその時
時にも原さんは箸を持って駆けつけた。はい、そうめんを持って駆けつけました。それってさ、どうやって呼びかけるの？そうですね、誰か一人二人ぐらいがこうやってみたいねって話が盛り上がって、そこからメールなり、今 LINE なりみたいな、で、うん、あれでちょっと明日のこの日やるからしようみたいな、例えばこんだけ人が集まる、あ、来れるんだったらおいでよ的な感じで、感じで、はあ、すごいな。でもこれだけバッと集まってさ、みんなでこのスイカ食ってねそれを多分まあ教授たちなんか向こうからこう眺めてたりするんだろうね。だったんでしょうね、何も言わずに県立大学恐るべし、アットホームですな。アットホームですね、本当に。いや、いい、いい、こういう大学があるっていうのはすごいいいなと思いますね。いや楽しそう。で、ただみんなその辺にこうやって飛ばす、そうすると来年飛ばすと生えてきたり、そうすると来年スイカ畑になってもらいます。そうすればよかったですね。ちょっと片付けちゃいました。まあ、そうか、偉い。それがね、それが本当です。それはもう、それが正しい道ですからね。はい、それでは次の写真お願いします。はい。あ、これはまたこれからのシーズンにぴったりな。そうですね。うん、クリスマスリース。そうです。ね。これでもでかいね。でかいですね。はい。これ場所はどこですか？場所は古町の、古町商店街ですね。古町商店街。はい。6番町あたり、古町モール6ってとこですか、ね、はいはい。これはなんでこういうことを、これは、うん、古町そのモールの人と、うん、新潟県立大学の有志なんですけど、はい、がこう協力してクリスマスイベントをしようっていうことで、うん、やりまして、あの一応いろいろイベントを考えるですとか、はいはい、こういう装飾をしたりするグループですとかいろいろ分かれて、私その中でも装飾グループに配属になりまして、あ、配属になったんですね。巨大180センチぐらいですかね。でかいな、はい、あるでかいリースをモールの入り口に作りました。これ大変だったでしょう。あのこの部分は 何人でできてるんですか、あの周りのさ。あ、そうです、リース部分は段ボールですね。段ボールを、うん、貼ってこうちょっと厚みをつけ て、その上からあの業務用ですよね、木工ボードのでかいやつを買ってきて、でかいやつを買ってきて、うん、あのボンドで落ち葉を、落ち葉、落ち葉ですね。うわ、運んだりするのもさ、すっごく神経使ったんじゃないですか。ですね。結構、もう学校で全部作業はしたんですけど、うん、ここまで組み立ててしまうとあのここに持ってこれなくなっちゃうので、これもまた半分の状態でワゴン車に乗せて後ろ全部倒して乗せて、うん、ここまで運んでここで組み立てました。うわ、すごい力作でしたね。そうですね、でもこういうさ学生が町の活動にこう積極的に関わってくると、うん、やっぱり元気出ますよね。そうですね、うん、結構古町に人いっぱい呼びたいっていうあの目的もあったので、うん、すごいいっぱい人来てくれましたし、これがイベントとかも一緒同時にやってたので、あ、そう、うん、いや、なるほどね。それはいい、いい活動ですね。はい、楽しかったです。はい、じゃあ次の写真お願いします。ん？これは、はい、あの、コスプレってやつですか？コスプレではない。まあ、衣装と言ってもらえる。衣装この格好の衣装だとメイドカフェかなんかではないですかね。あ、ではないです。まあ、学園祭。学園祭ですね。今年の、ついこの間あった学園祭で、はいはいはい、うん、あの、みんなでダンスをしました。ダンスをした。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9人ですね。ということは、まあ、カラではない。カラではないですね。少女時代。少女時代ですね。やったんだ。やりました。これはあのまあ踊りをみんなでこう披露する。そうですね。あの学校の大きいステージで、うん、プロモーションビデオをそのままコピーして。コピーして。はい。やっちゃった。やりました。へえ、どうでした。いやー、楽しかったですね。なんかこう前の方でさ、ああ、そうそうそう。友達がみんなやってくれてこうやって前の方で。なんか聞いたらしいの、その中にお父さんもいたらしいんで。あ、お父さんはもちろん後ろの方で静かに。え、嘘、お父さんこうやってたんですか。こうやってないの。こうやってなんかちょっと静かに。あ、雪が雪が雪が降るないの。あ、そう。静かに後ろの方で見せてくれたみたいで。へえ、それでもお父さんもなんか。意外な一面を見たって感じするんじゃないかな。あ、でも私ちっちゃい頃からバトントーリング習ってて、うん、あ、そこそこそこ小学校中学校とやってて、うん、でそれで結構まあ
このような衣装を着て踊るのは、うん、多分見慣れてるというか。あ、それでもさ、大学のそういうところへお父さんがこう見に来るっていうね、まあ、そういうのって結構さ、あの珍しくないですか。そうですかね、うん、いやそれだけやっぱりお父さん、あのね、母さんのことをね、愛してるんだね。ありがたい、ありがとう。なんか顔がありがとう迷惑っぽい。そんなことないよ。いや、でもね、あの、こういうのいいですよ。あの大学行ってもやっぱりご家族がその参加できるその学園祭っていうのはね、どっちかっていうとほら、身内の盛り上がりみたいになるじゃない。ああ、その感じはありましたね。でもね、ちゃんとその家族が参加できます。ね、結構親御さん来てくれたお友達も他にもいたので、はい、後ろの方で静かにこうビデオ回したりとか写真撮ったりとかする人いたので、すごいアットホームな文化祭でしたね。すごいな、新潟県立大学のその雰囲気がね、ほら、何回かいろいろ大学のね、あの皆さんに来ていただいて話を聞いてると、すごくアットホーム でなおかつその勉強に関して言うと、まあ、実際に行動して向こうに行ってね、ちゃんと本当のものを見てきなさいよっていうようなこうプログラムもいくつか提供されてたりしてね、はい、うん、なんかすごくいいですね。そうですね、うん、私もすごい好きなところの一つですね、うん、でももうそこを卒業されてしまう。そうですね。で、先ほどお伺いしたら就職の方も一応、はい、バッチリ決まっていて、うん、どちら、金沢？いや、新潟の会社です。第二の故郷は新潟ですね。そうなりますかね、うん、さあ、それじゃあまた新潟の地でね、ご自宅からこう通ったりしながら仕事をされると思うんですが、はい、ね、社会人になるにあたってね、原さんはこんな社会人になりたいなっていう目標ってありますか。やっぱりお仕事は大事ですけど、うん、お仕事と何ですかね、プライベートっていうんですか、うん、遊びというんですか、うんうんうん、両立、両立しつつ、うん、まあ、やっぱ切り替えしながら楽しみながらお仕事がしたいですね。あ、なるほど ねさあ、そしてあのご自分がね、就職を決めるにあたって、うん、一番こう、まあ、注意したことって変だけども、うん、私が就職を決めるときは、ね、これを考えてこの就職先にしましたというあたりをちょっとこうあったら、はい、ああ、そうですね、はい、いろんな会社を見ていく上で一番気をつけてたことは、やっぱりその会社にどういう人が働いているのかっていうか、会社の雰囲気をよく見るようにしてました。やっぱり一緒に働くかもしれない人たち、まあ、どういう人たちなのか、どういう雰囲気で仕事をしているのかっていうことをやっぱり想像しながら就職活動をしてましたね。なるほどね、はい、要は自分が働くべき環境をちゃんとしっかりと見極めてっていうことですね、はい、うん、やっぱりそのペーパー上のものだけじゃなくてね、実際にそこだけでは分からない、会社の内見ただけでは分からないこともあるので。なるほど、なるほど、しっかりしてますね。しっかりしてるな。原さんから、はい、お友達をご紹介いただかなければいけないのですが、はい、お友達は次はどんな方でございましょう。次は、同じ大学に通っている、はい、佐藤彩香さん。お、この写真の方ですね。はい、可愛い子ですね。これから、社会人ね、1年生としてまた来年の春から、ね、はい、新たなスタートを切るわけですが、音楽活動を続けてね。頑張ります。ね、まあ、まずはお仕事なんでね、じゃあまずちゃんとしてから、あの片手間でもしさ時間空いたら、あのおじさんバンドなんかにも出てみますか。あ、本当ですか。おじさんバンドって大体ほらこう何ていうのカレー臭のするバンドが多いんだけど、そこにあの花があるかなとかね、あ、じゃあ花になる、お客さんがこう来る率が変わるっていうね。まあそんなのもありますので、はい、ぜひチャンスがあったら、はい、一緒にコラボをしていただければ、はい、ね、はい、お願いします。はい、ということで、今日のゲストです、原ゆきのさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、さよなら。茶色い